こんにちは、ラジです。今回はこちら、ゴヤの名画と優しい泥棒、これの映画が明日2022年2月25日全国公開ということで、ちょっと YouTube 撮ろうかなと思っています。いや、私も楽しみにしてるんですよ、この映画ね。静岡は4月公開らしいんですけどね、2月だって言ってるのに。よし、ということで、せっかくなのでちょっとこの映画を楽しみにしたい方も、もう見たよという方も楽しめるような、YouTube 動画撮っていこうかなと思います。今回ポイント3つです。1つ目に、ゴヤってどういう画家なのか。2つ目に、名画、今回の、代表となるゴヤの名画とって言っているこの名画ってどういう作品なのか。そして3つ目に、泥棒、優しい泥棒とはどういう人なのかというのをやっていこうかと思っています。では早速本編入っていきましょう。さて、まず1つ目、ゴヤの名画と優しい泥棒、この、注目された名画作品を制作したのはフランシスコ・デ・ゴヤ、1746年スペインの、宮廷画家になる人ですね。マドリードで活躍した画家です。17歳で、スペイン随一の美術学校サン・フェルナンド王立アカデミーに何度か受験をするのですが、失敗を繰り返しながら若い頃は苦しい画家人生を送ることになります。ですが20歳になる頃、イタリアに旅行に行ってね、イタリアのルネサンス名画とか、見るわけですよ。でそこで感銘を受けながら自分の作風がガラッと変わるきっかけになりました。そして1772年には大作を任されるまでになっていきます。サラゴザにありますデルピラール聖堂、こちらの壁画を制作していったりとか、あとはカルトジオ修道院にありますマリア様の連作フレスコ画で制作をしたりとかするまでになりました。それを依頼されるぐらい当時無名だった画家が徐々に地元で人気の画家になっていくことになります。そして、後に結婚をし、子供も、恵まれることになりました。子供はね、なかなか生まれなかったんですけど、まあ、生まれても亡くなってしまったりとか、なかなか成長しなかったんですけど、それを経て、こうやってね、家庭を築くことになります。そしてマドリードに引っ越しまして、義理のお兄さんの口利きで王宮のタペストリーの下絵などの制作をする仕事に就くことになりました。だんだん社交界に出入りするようになって、カルロス3世やその弟ドン・ルイス・デ・ボルボから依頼を受けて制作をするまでに至りました。さあ、宮廷画家の登場ですね。1789年には王室付き画家に、行くことになります。こういうカルロス4世の家族を制作するまでに至ることになりました。順調に上り詰めていったゴヤですが、1792年原因不明の体調不良によって、まあ、高熱で筆が取れないとかっていう時もありましたが、ついに耳を、聴力を失うことになってしまいます。聞こえなくなった後もこういう絵の制作をね、続けていくことになるんです。1792年にこの体調不良になるんですけど、代表作になってくるような1802年着衣のマハや裸のマハも耳が聞こえなくなった後の制作になることになりました。はい、そんな中でこちらの絵は描かれることになります。ゴヤはね、この後、まあ、黒い絵シリーズとかすごいおどろおどろしい作品も描くんですけど、まあ、宮廷画家の時代に描かれた作品がこの映画の舞台になっていきます。この絵を制作した1812年から14年、裏では別の戦争の作品も制作していきます。1808年5月3日という現在プラド美術館に収蔵されているこちらの作品も描いていました。この時代スペインでは1792年首相であるゴドイが、トップに立っていたわけなんですけれども、その悪政でちょっと苦しめられていたみたいなんですね。まあ、そんな中で王家の政治から解放されるかもしれないある出来事が起こりました。それがナポレオン侵略です。ゴヤは宮廷画家ですから王室側についたんですね。なのでこの作品もフランス軍が侵略されてきた、ナポレオン軍が侵略されてきた、その恐怖を、まあ、絵にしたという作品になっています。
そんな中でウェリントン公爵というのはスペイン軍、ポルトガル、そしてイギリス軍、この連合軍によって結成された。そしてフランスのナポレオン軍ね、フランス軍に対抗する連合軍がやってきたよという、その中心人物にありました。ウェリントン公爵は半島戦争、約5年かけてナポレオンの侵略に終止符を打った人物として語れるようになったわけです。で、このウェリントン公爵は後にイギリス母国に戻って、現在こちらの肖像画はロンドンナショナルギャラリーに収蔵されているという流れになっていました。ここまでゴヤとはこういう人、スペイン画家だったよと。そしてこの名画はスペインに来た時に連合軍になって英雄になった時に描かれた作品だよという話でした。では3つ目、泥棒、この人は何で盗んだのかという話をしていきます。ここは実話なので、調べたらいろいろありますし有名な話題なんですけれども、もしこれから映画見たい、ネタバレされたくないという方はちょっとシークバーをグリグリってやっていただけたらいいかなと思います。ではなぜ盗んだのか言ってみましょう。主人公になるのはこの人、ケンブトン・バントン、60歳のご老人です。年金暮らしで小さなアパートに奥さんと暮らしているんです。奥さんと息子と暮らしているんです。1961年ロンドンが舞台です。この人は何をやっていたか、タクシー運転手をしていながらある主張をしていました。ここに書いてありますね。 Free TV for the OAP って書いてあります。要するに受信料無料にしてください、テレビの受信料を無料にしてください、我々のようなご老体、貧しい人々に対してもっと優しい政治にしてください、公共放送受信料無料にしてください、 BBC 無料にしてくださいっていう訴えをしていた人なんです。なんでしょうね、日本で言うと NHK の受信料無料にしてくださいっていう主張をしていました。これ1961年だから今の私たちの感覚から言うとちょっとピンとこないかもしれません。ですがこの時代、ご老人にとって、年金生活で暮らしているご老人にとって、ちょっと離れたようなところの生活で支えになっていたのがテレビだった、テレビが生活の一部だったというのが、この人の背景にあたるかと思います。そんな中でテレビで見るわけですよ、生活の一部になっているテレビで見るんです。ニュースが流れてきました。アメリカからこの英雄の名画を買い戻しました。ウォルフソン財団と財務省が特別補助を受けて14万ポンドでこの英雄の名画を購入しましたっていうニュースが流れたんです。彼にとって見たこともない値段だったかもしれません。だってね、今まで BBC の、受信料無料にしてくださいっていうの、 BBC の年間料159ポンドとかですよ、日本円だと2万円ちょっと、その100倍の値段、100人の受信料が無料になる、その値段をなぜ BBC に使わないと、なぜ我々に使わない、名画に使うぐらいだったら私たちに使ってくださいっていう、この憤りが出たんでしょうね。例えば日本で言ったら何でしょうね、 NHK の受信料無料にしてください、私たち月々5000円払うの難しいんです、だけど生活の一部なんです、 NHK を見ないと私たちは1日が始まりません、5000円無料にしてくださいって言ってるそばから、損保ジャパンがひまわり、ゴッホのひまわりを53億で落札している、っていうこの状態だったんじゃないかなと思います。時代は全然違いますけどね、ゴッホのひまわりを落札したのはバブルの絶頂期だったので、そこの金銭感覚というのは今とは全然違うところにあると思うんですが、その憤りが名画に向いてしまったのかもしれません。それでね、一番びっくりしたのは奥さんだったと思います。気づいたらうちのタンスに名画があるんですよ。でも奥さんネチネチ言ってたんですよ、貧しい人たちにみんなに幸せな時代にとかってやっていた、自分の旦那さんがいやもう家族も守ってくれないくせにってネチネチ言ってたら、名画があるんですよ、あんた何やってんのとなるわけじゃないですか。そういうエピソードを含めた映画になっているのかなと思います。どうやって名画を盗んだのか、実は警備員との会話を聞いたんです。そこから情報を得たんです。
警備員の会はどうやらセキュリティが甘くなる時間帯があるらしいと、朝の掃除の時間はどうやらこのロンドンナショナルギャラリーのセキュリティが甘くなるらしいという情報を聞いて、公開されてから19日後に、盗みを働いたと。でそれが4年間バレなかったんですって。で4年後どうしてバレたかって言ったら、このおじいちゃんが自分で、言ったんですよ。私がこれを盗みました、絵画を返して欲しければテレビの受信料無料にしてくださいっていう。それでもう裁判沙汰です。もうどうしたか、この辺もね、まあ映画で語られるんじゃないかなと思います。結局彼の主張、まあ、人質にして名画を人質にして受信料無料にしてくださいというこの訴え作戦は通用しなかったんですけど、結果的に、貧しい人々のために受信料を無料にするという方向で、話が落ち着いていきました。結局この裁判は、バントンさんは、無罪となりました。絵画窃盗に関しては無罪を勝ち取ることができました。額縁を盗んだとされて懲役3ヶ月の刑に課せられたということになりました。ただ一つ疑問なのが、1996年ロンドンナショナルギャラリーが発表した資料によると別の人が盗んだという可能性も浮上しているそうです。なので、まあ、この真相がどうなのかなというところがあるので、この映画の中では明らかになっているかもしれない。ちょっとそこも期待しながら、楽しみにしています。ということで、いかがだったでしょうか。ゴヤの名画と優しい泥棒、この話をしていきました。ぜひね、見たよという方も、ちょっとこれから見るよ、楽しみだよという方がいらっしゃればコメント欄で教えていただけると嬉しいなと思います。私は静岡に住んでいて、静岡の4月の公開まで映画が見れないので、見た感想をぜひ共有していただけると嬉しいです。この YouTube チャンネル、アートの話とかしていきますので、よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではこの度本を出版することになりました、大人の雑学西洋画家辞典です。これさ、黄色なんだけどさ、グリーンバックだから全然黄色じゃないっていう。西洋画家に登場してくる35名のエピソード集です。ぜひ Amazon やお近くの書店でご購入ください。よろしくお願いします。それじゃあ。